ットありがとうございます。あ、タコありがとうございます。もう返品はできません。嬉しいんですけどもね。サモちゃんにとっていいお姉さんなんだね。もというな、んどこら辺かだろう。お姉さん知ってるつもりはないんだけどな。なんか言ってましたか。こんばんは。ラジオで言ってた。明日全部で聞くから。オーディさんかなで、なんていうのフルサイズじゃん。完全版。そうそうそう、完全版フルサイズノーカット版。そうそうそう、それそれ。でそんなことなんか言う、皆さんが言うなをお姉さんとかなんとかって言ってたらさ、聞きたくなっちゃうじゃん。内緒にしといてよ明日まで。ちょっとハートありがとうございます。タコさんありがとうございます。こんばんは。犬が鳴いた。そうです、犬が鳴いました。泣いました。だって泣きました。髪型変えてないです。めっちゃ伸びたよね。潜在写真の時はどれぐらい、これくらいだったような気がするな。前髪もちょっと伸びた。そうかな、確かに1ミリ伸びたのかな、わかんない。伸びてますよね。こんばんは。こんばんは。白着ると清楚に見える。ポありがとうございます。引きだと清楚。白着て引きちょっと下がってればいいのかな。こう前に来ると圧感じちゃうかな。こんばんは。おしゃべり会追加しました。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。ファミマに行きました。あ、お揃いですか。ハートありがとうございます。タコさんありがとうございます。何のリップ、これ。あ、美容系 YouTuber やこれです。いつも配信の時はピピッと塗れるやつにしてますね。けどメイクポーチに入ってるのはロム&とフジコです。あれ、今日は清楚じゃない、どうした。いつも清楚だから何も意識してないんですけど、いつも清楚。今日も可愛いですね。ありがとうございます。もちろん買いました。あ、胃袋お揃い。はじめまして。あ、間違った。そうだよ。この前あったじゃん。ハートありがとうございます。タコさんありがとうございます。今日も京都で星投げしてるポルカを見つけてしまった。さっきもまた LINE で、あ、しまったとか言ってたよ。投げてる投げてる、ポルカさん。セスはお腹ペチペチしません。嘘。
胃袋お揃いとか言ってこんばんは、セスですね。ありがとうございます。美味しかったです。あれ美味しいですよね。私チョコが好きなんで。こんばんは。ポルカ、ポルカいる。でもさっきルアも見つけた多分。ギフトありがとうございます。お腹鳴るよ。そうなんだよ。ちょっとさっき食べたらあの何ズボンのウエストがきついような気がして、捨て星うまいかもしれない。あ、成功してましたか。ありがとうございます。チョコ以外もあるんですか。うん、そうじゃなくてチョコっていうものが好きなんです。本当に最初の方だよ、ルアを見たのは。今もいるかは分かんない。ゲストありがとうございます。ちょっと探してみようかしら。今いないかも。さっきはルアってひらがなで見つけられないわ。いないわ。いないかも。ポルカは見える。投げるか投げないか迷うんですけど、貯めた方がいいと思いますか。それはポルカさんの好きにした方がいいと思います。私は何も言わない。毒ランキングには見当たらないかな。ありがとう、探してくれたの。おにぎりの具もチョコが好き。それはちょっと違うな。おにぎりの具は何が好きですか。私はたらこ、明太子、いくら、すじこ、なんだっけ、ネギ味噌みたいのも好き。こんな感じ。ファミマ探さなくては。お腹の中お揃い会話にしなくては。お揃いしましょう。生チョコ。こんばんは、タコさん、ありがとうございます。魚卵、そうなんですよ。そう、イクラ大好き。数の子も好きだな。松前漬けとか好きだな。初見です。初見じゃないですね。いつも来てくれてますねポルカさん。さっきはなんか嫌いな具材はないんですけど、例えばコンビニとかでおにぎり買おうって思って手に取るのはいつも魚卵です。こんばんは。しっかりとした味のおにぎりが好きなんだね。魚卵が好き海鮮求めてる。
ツナマヨはですね、私おにぎりじゃなくて食パンにのせたい。ツナマヨにきゅうりとか玉ねぎとかのみじん切りを混ぜて食感出すんです。それが美味しい。魚卵を魚卵なさい。あの寒いな、親父ギャグ言わないでください。塩おにぎりとかは食べない？食べますよ、食べます。私が求めてるのはですね、藻塩のおにぎりですね。ハットありがとうございます。キャビアは食べたことある？キャビアはないかも。フォアグラ、トリュフ、シシャモは好き？シシャモは好きです。でも小学校の給食でおな、あのお酢のシシャモに出会ったことある。どんな確率だよって思いません？ありえます？あんなにメスしかいないんじゃないかってくらいの魚なのに、シシャモって、私シシャモのオスなんて出会ったことないんですよ。オンラインおしゃべり会我慢できずに申し込んだ。ありがとうございます。しゃべろうね、楽しみだね。ギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんか卵ないならないで、あ、シシャモの話ですね。あのシシャモ、卵ないならないで、そのないと思って食べるならいいんですよ。シシャモだからあると思って食べてるのにない時のショックってね。苦かった。その時衝撃的すぎて味覚えてるもん。ちょっと苦かったな。前回のグループおしゃべり会行きました？認知してくれましたか？はい、ありがとうございました。ちゃんとあの KMT48 一期生ってあの書いてくれてありがとうございます。ポルカさん、もうさポルカさんになっちゃってるんだけど、名前が。お手柄に認知してもらいたくておしゃべり会追加しました。ありがとうございます。どうするどうする、11月のさおしゃべり会どうしようかな。ギフトありがとうございます。うわ、タコさんいっぱいありがとうございます。カニカチューシャしてく？全然それはいいんですけども、11月、コスプレはしないかもしれないんですけど、カニカチューシャはしていこうかな。じゃあわ、私何日が何部なのか把握してない。バカバカバカ。
フル装備どうしよう。そんな、まあ、変な格好だよ。カニカチューシャの部とマイグルの部とフル装備の部にする。タコさんありがとうございます。ちょっと待って、いや、おりゃおりゃ、ね、ちょっとなんか集中するとさ、喋れなくなっちゃう。11月20日は1部、3部、5部。11月26日が2部、4部、6部ですね。12月10日が2部、4部、6部でございますので、フル装備してみるとどんな感じ。やかましいわマジで。やるけど、いや先にゴーグルだった、間違えた、順番が違う。皆さん気をつけた方がいいよ。カニカチューシャしてからゴーグルつけるの大変だから。先にゴーグルをかけて、その後にカニカチューシャをする、これがいいと思います。アドバイス。やだ、こんにちは、ありがとうございます。なんてゆうなのところに来てくれたんですか。うんうん、ありがとうありがとう、絶対また会おうね。ピンポン。ギフトありがとうございます。頭の形綺麗だね、ありがとうございます。ちょっとおでこが広いのがコンプレックスではあるんですが、なんかしっかり着てる、しっくり着てる、しっかり着てるじゃなかった、しっくり着てるだった間違えた。意外と可愛い、意外とって何かな、ちゃんと可愛いでしょ。ありがとうございます、ギフト。マイクはやっぱり最後に持つっていう感じで。かわいいですか。グルカニマイです。そうです、ありがとうございます、整理していただいて。清楚なカニですですよ。清楚なカニカニカニですよ、だって口が回らないわ。ちょっとかわいい、ありがとうございます。
ギフトありがとうございます。ゴーグルは目ここにつけたらさ、私さゴーグルさ水が入ってくるのすっごい怖くて、昔からこのゴムをギュッてやるタイプの人なんですけど、あとついちゃうんですもん。やっほー。ポも持つ？オッケー。完全装備。ちょっとうまくいかない。これゆるいわやっぱ。どんどん増えるよ。やだよ。これが完全な。似合う、ありがとうございます。フルバージョンでした、ありがとうございます。おしまいだよ。だから私は草好きで、好きでっていうかさ、可愛くするためにいろいろ配信でつけたり持ってきたりしてるけど、皆さんは無理してそれしなくていいですからね。もっともっとありがとうございます。振りですね。違いますよ。本当に私は、あ、違う。自分はただ可愛いアイドルを見て応援したいだけなのにって人がさ、カニとか飼いたくないでしょ別に。だから言ってんの。いいよ無理しなくてって。もうそれはね、じゃあお任せします。これを持ってるから、持ってないからどうこうとかってのはないですよ。完全に振りだろ。違うってば。負担になるかなって思って、私はねやりたいからやってるけど、可愛くするためにしてるけど、さあ緑と白のサイリウムは必須ですね。それです。何に思ったことない、嬉しい、それはありがとうございます。毎日カニ食べます。おお、セレブですね。いいですね。とりあえずポンの内輪は用意できました。あ、見ました、ありがとう。ツイッター見ましたよ、ありがとうございます。なんやかんや推しに似るってことないよ。ことよだった。
目も悪いんか今日。口も悪くて目も悪いんか。でも知ってますよ、あのやっぱり私のあの私に合わせてくださってるっていうのは分かってます。ありがとうございます。皆さんやりやすい、配信楽しいって感じ。面白いよね。だってさ、このテンションさ、どこだろう。ユーハのところではできないもんね。カニカ注射注文しちゃった。ありがとうございます。面白いな、皆さんこれ面白い。タコさんありがとうございます。ゆうなちゃんカニが好きなの？そうなんです、カニ大好物なんです。レインボーありがとうございます。何来たって春のルームだったらギリいける。あ、全然あの春だったら OK。アバターゆうなちゃん春のそれで来たって言ったのか。うわ本当だ、秋元ゆうなになってる。ありがとうね。ハサミだけのカチューシャリアルすぎた。え、後で見てみよう、面白い。ギフトありがとうございます、たくさん。もう引き強いなとか本当だとか。ギフトありがとうございます、ハートハート。タコさんありがとうございます、タコさんありがとう。春おもろい、ありがとうね本当に。アバターゲット、お、やったね。皆さんありがとうございます。木本優のアバターいっぱい嬉しい。ドルル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 ル、まだ弾けずにいるのに羨ましい。すごい、まだ弾けてない。 何かというと、どうせゆなちゃんなんでしょうと花江に言われてしまい、グループおしゃべり会でってこと。割と早めに出てくれて嬉しい、ありがとう。キモって言うな、ありがとう。
ハートのレパートリーってないよね。1 2 3 4 5 6。こんばんは、こんばんは。南川ポルカ、ポルカさん、あのちゃんと壇上にいらっしゃってありがとうございます。ギフト、花江が一番と伝えるとどうせゆうなちゃんとこ行くんでしょって言われてしまい、ああそういうことか。花江は単押しがいいのかしら。いいじゃんね、花江一押しだもんね。じゃあそう言われたら2番目の女ですっていいな。モテな、2番目の女だよって。花江、花江に怒られないように。ステージのポー、本当にステージのポーになってる。俺はユーナに夢中、ありがとう、ピースだった。ギフトありがとうございます。クマ、私はね、あの応援してくれる方は大歓迎なので、花江を悲しませないようにね。こんばんは。ポルカさん、なつきちゃんじゃなかったの？そうなの？なつきなの？新たな疑惑が。あれですよ、ポルカさんはルアの相棒なんですよ。相棒とか嫁とか彼女とか単押しとかこだわらないタイプなんですか？こだわらないわけじゃないんですけど、そりゃね、単押しとか一押しとか言ってくださる方、うん、大好き、ありがとうってなるんですけど、2番目さん、2押し3押しが嫌だとかはないっていう感じ。箱押しでも応援してくださる方みんな好きだよっていう感じ。ユナ好きだよ、ありがとう、私も好きだよ。ユナに夢中とか書いてさ。こんばんは、ギフトありがとうございます。ポルカさん一夫多妻制なんじゃない、もしかして。でちなみに、あのポルカさんにお伺いしたいのですが、私はポルカさんの何でしょうか？
嫁はなつきで相棒はイソベルア。木本優奈は南川の何ですか。知らないじゃない単純に聞きたいだけです。うんうん、皆さん耳すましといて。何かな、うん、よく聞いといてね。お母さんお母さんか。ちょっと思ってたのと違ったな。あ、確かに私ママって呼ばれるな、はるかに。そういうことか。イエイ。お姉さんじゃなくてお母さんだった。どっちかっていうとお姉さんだと思うんだけどな、自分では。な、何の時だったかにリリのはるか私で座ってたんですよ。そしたらなんかはるかが、今日はお母さんに囲まれてる、ママママとか言ってさ、そう言います、私お母さん枠だったと思った。ギフトありがとうございます。聞いてください、私今日カラオケ配信にしようかと思ってたのにおしゃべりに夢中になっちゃった。めっちゃ喋ってた。どうしよう、ちょっと待って。決まった。
面倒な気がしてた。聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。ハートがタミグスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に目できなかったのね。何がどうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり、の空よ。ハート型ウイルスは性格変えちゃうみたい。あなたに熱上げてゆく。息苦しくなるの。頭も通してしまって、愛の意味も気づかなかった。絶対ありえないそう思ってたけど、なんだか私あなたのことが好きみたい。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かない。あなたのことばかり考えてしまうの。何も手につかないくらい。何も手につかないくらい。ありがとうございました。なんか途中で俺も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 って見えた。たくさんギフトありがとうございます。バチバチ。荒ぶってたソース。セリフ良かった。ちょっと失敗、照れちゃった。あなたのことが好きみたいってやれば清楚系って言われたかもしれないのにね。もうちょっと可愛くやればよかった。こんな声でさ、好きみたいじゃなくてさ、あなたのことが好きみたい。
ありがとうございます。あざとい。そうなんですよ。そうなの。こんばんは。ありがとうございます。では壇上を読ませていただきます。13位ヨッタさん、ありがとうございます。12位ノブさん、ありがとうございます。11位みなみかわポルカさん、ありがとうございます。10位突破Qさん、ありがとうございます。9位トマオさん、ありがとうございます。8位ニルスさん、ありがとうございます。7位わたちゃんさん、ありがとうございます。6位片山さん、ありがとうございます。5位たかたんさん、ありがとうございます。4位としさん、ありがとうございます。3位ひろいちさん、ありがとうございます。2位埼玉のりゅうちゃんさん、ありがとうございます。1位ライスちゃんさん、ありがとうございます。皆様ありがとうございました。今日もたくさんコメントありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日も一日お疲れ様でした。おやすみ、ありがとうございました。ハート。